最近は輸入品が多いものの、国内産のマダコは今が旬です。プリプリとして歯ごたえのある身は甘さが増して一段と美味しくなります。そんなタコですが、実はオスとメスで違いがあり、見分け方があるそうなんです。タコといえば8本の足にびっしりとついている吸盤が目立ちます。オスの吸盤は大きかったり小さかったりと、大きさや並び方がバラバラです。一方メスの吸盤は小さめで整然と並んでいるんです。オスは縄張り争いやメスをめぐって戦う際に武器になるのが吸盤です。そのためオスの吸盤は大きいと言います。お刺身になっていても吸盤が大きいかどうかは分かるので、オスかメスかの区別がつけられます。ではオスとメスでは味も違うんでしょうか。一般的にメスに比べてオスは身が締まっていてしっかりとした歯ごたえで、逆にメスは身の繊維が柔らかいと言われています。ただメスは産卵期である春から秋は栄養が卵に集中するため、身が細って味が落ちるとも言われています。これからお正月にかけてタコを買い求める方が多いと思いますが、鮮度の良いタコの見分け方のポイントがあるんです。ゆでタコの場合、色が鮮やかで皮の表面に張りがあるもの、足がくるんときれいに巻き上がっているものが鮮度がいい傾向にあります。また色味で見分けるポイントもあります。ゆでタコは明るい赤のものとレンガ色、濃い小豆色のものがありますが、明るい赤は輸入物が多いです。タコは低カロリーで高タンパク、さらに血中のコレステロールや血圧を正常に保つ効果があると言われているタウリンも豊富です。お正月は上手にタコを選んでおせち料理に加えてみてはいかがでしょうか。アプリウェザーニュースでも詳しく見ることができます。ぜひご覧ください。